んにちは。英語が大嫌いな英語講師、マウスバードです。こんにちは、アシスタントの小春です。今回も LL という授業の中で先生の話ですね。うむ、そうじゃ、今回もとっととタイトルを表示しよう。今回はこれじゃ。なぜ英語が嫌いになったのか、15恐怖の LL03 授業編ですね。うむ、そうじゃ。先生は前回の予告で、今回は中部先生のとんでもない授業を紹介するって言ってましたね。うむ、そうじゃ、今回の話がこの LL シリーズで最も異常性が高い話だと思う。次回以降も異常な話はするが、今回がおそらく最も異常な話じゃ。随分異常だと強調しますね。わしの感覚だとこれ異常はないくらい異常だ。だが小春がどう思うかはわからない。後で感想を聞かせてほしい。わかりました。では今回の内容の嫌わせ度、キャップ度暴動を表示しよう。今回はこれくらいじゃ。嫌わせ度が星4、キャップ度が星1ですね。うむ、そうじゃ。嫌わせ度は星4なんですか、星5じゃないんですか。最も異常な話なのに。中部先生の言動が異常だからといって、それが直接英語を嫌わせる原因になったかといえば、そうでもないんじゃよ。理由の一つには十分になるが、わしは何度も言っているが、英語が嫌いになる最大の理由は英語の成績が上がらないことなんじゃよ。極端なことを言えば、どんなに教師の言動が異常でも、それによって成績が上がれば、英語を嫌うことはないんじゃよ。教師を嫌うことにはなっても。それでは、当時のマウス先生は中部先生のおかげで英語の成績が上がったんですか？そんなことは決してない。自分史上最高に成績が下がった。その話は後の動画で説明する予定。今回は中部先生がどう異常だったかについてのみ紹介する。そうですか、わかりました。今までも異常でしたが、これ以上どのように異常なんだろう、楽しみです。そうか、では漫画に移ろう。はい、それでは漫画に進みましょう。レッツスタート。ようやく LL の授業が始まろうとしていた。かすかな物音を立てただけで怒鳴り散らされるので、みんなうつむきながら静かにしていた。それでも中部先生は、1、些細なことに対して、2、異常なスタイルで我々を怒鳴り散らした。中部先生は突如こう言い出した。29番何、髪の毛を触っているんだ。では机の上に置きなさい。わしの横の男は頭でもかゆかったのだろうか、髪を少し手で触っていた。中部先生はこれすら叱る対象とし、大声で怒鳴ったのだ。そしてそれを見ていたわしに対しても。30番何、よそ見しているんだ。ちゃんと前を向いて勉強しなさい。と怒鳴った。その後も授業中ひっきりなしに似たような怒号が鳴り響いた。5番姿勢が悪い、なぜ斜めになっているんだ。43番手をちゃんと前に置きなさい。中部先生は授業中生徒の動きを常に観察し、わずかでも彼の基準に合わない生徒がいれば授業中容赦なく怒号を飛ばした。9番何、耳を触っているんだ。もっと集中しなさい。そしてお気づきだと思うが、彼は生徒の名前を決して呼ばない。生徒を必ず番号で呼んだ。これは初めての授業だから仮に番号で呼んだのではない。年間を通してずっとそうであった。中部先生は、18番次を読みなさい。といった具合に授業を進めた。我々は人間扱いされていないと感じるのに十分であった。同時に人間に名前があることの重要性を悟った。そしてもちろんわずかでも物音を立ててしまったら。30番うるさい、物音を立てるなと何度言ったらわかるんだー。と怒鳴られたものだった。わしはこの生物はおそらく人間ではないと当時思った。以上だ、小春、どう思った？怖いです、これ。ふもも。これ本当の話なんですか？マウス先生は話を面白くするためにオーバーに脚色して話を持っているような気がします。いや、そんなことはない、ごく普通。あ、少し持ったところはあった。当時中部先生は生徒に指は刺してない。そこは視覚的に誇張するために持った。逆に言えばそのくらい。あとは極めて忠実に当時を再現した。そうですか。この先生は通年の先生だったんですか？非常勤講師とかではなくて。通年の教師だった。長く勤めたようだった。そうですか。こんな異常な教師がいたら保護者会か何かで問題になりそうですが、そんなことはなかったんですか？なったって話は聞いたことがなかったな。詳しくは話せないが、そうはなりにくいシステムがうちの高校にはあった。うちの高校が私立だったせいもある。ふもも、私立なら何らかの事情で、こんな教師でも教師を続けられそうな気もしますね。
でも基本的には信じられないです。そうか。小春よ、今度はわしの方から聞きたいことがあるのだがいいかな。なんでしょう、どうぞ。今回の話の内容でランキングを作ってくれないかな。ふも、どんなランキングですか。以下を小春が信じられない順に並べてくれないか。1、音に敏感すぎること。2、髪の毛を触っただけで怒ること。3、正当番号で呼ぶこと。ふも、そうですね、うん。1が音、2が髪、3が番号です。そうか。体験者のわしの見解とは見事に楽だな。そうなんですか。うむ、確かに最初のうちはちょっとした音や仕草で怒鳴られていたのが異常すぎてこっちが頭がおかしくなりそうだった。だがそっちは次第に気にならなくなったな。え、そうなんですか。うむ、授業を受け続けるたびにこっちも慣れてきて脳と音以外の手の動きはほとんどしなくなったんじゃ。いちいちどやされるから。そうなると中部先生も生徒の挙動に対していちいち怒鳴る回数は少なくなった。だからそっちはそのうち気にならなくなった。そんなもんだったんですか。なんかかなり変ですが。ところが正当番号で呼ぶことは年間を通してずっと変わらなかった。番号でしか呼ばれない授業、これがずっとあった。ずっと気分が悪かった。人間を番号で呼び続ける、これは人間として教育者としてどうなのかと未だに思っている。クモも人間扱いされてない気分がずっと続くわけか。その通りじゃよ。なるほど、それはそうだったのでしょうね。わかりました。マウス先生、もうお腹いっぱいなんですが、この人の異常エピソードはまだあるんですか。もちろんある。今回ほど異常ではないと思うが、それでも異常な話はまだまだある。そうですか。小春が苦しそうだな。続きは次回にしようか。次回の予告に進もう。ありがとうございます。次回はどんな話ですか。次回は恐怖の LL04 英語ノート編をお届けする。あ、どんな風に英語を教えたのかまだ説明されてないですよね。うむ、そうじゃ、これがとんでもないものだった。そうでしょうね、悪い予感しかしません。少なくとも現時点でこの人がまともな授業をするとはとても思えません。うむ、それを次回で確認してくれ。わかりました。では今回はこんなところじゃ。はい、それでは今回も皆様ご視聴ありがとうございました。また見てねー。